稲妻が捕まらないんだがお前ら知らない？そういえば最近足しげくへの島神社にお参りに行ってるみたいですよ。え？なんで？きっと明日の出撃に備えて江ノ島艦隊の必勝祈願です。そういうとこよく気が回るよなあ、あいつは。ふふ、デンちゃんらしいですね。明日は私たちがしっかり守ってあげましょう。手が伸びますように。あと攻めてしまかべちゃんよりも胸が。カンホリ。はあ、最近また肩が凝っちゃって憂鬱だわ。連日の出撃でストレスも溜まるし。そうね。それなら今ちょうどあの人がこの鎮守府に停泊してるから訪ねてみてはどうかしら？あら、そうなんですか？じゃあ気分転換に会いに行ってみるわ。あれ？こんな部屋いつの間にあったのです？カウンセリング？心も体も軽く。ほんとかな？こんにちは。ふふふ、不幸だわ。いきなり重いのです。不幸型戦艦、姉の方、不装です。不装、なんちゃって。しかもダジャレで自虐を言う。パンパカパーン、不装さんお久しぶり。あら、デンちゃん、こんなところにいたの？あれ、アタゴさんもカウンセリングを受けに？ええ、そうなの。不装さんとお話しするととっても気持ちが楽になるのよ。へえ、そうなのですね。やっぱり不装さんってすごい方なのですね。いえ、そんな、戦艦のくせに演習での機関経験くらいしかない未熟者ですから。あ、そういえば私も以前、第二艦隊の機関を務めたことがありまして。カンホリだ、大丈夫なのです。ごめんなさいね、従順のアタゴさんですら第二艦隊の機関経験があることがショックで喀血したというわけでは断じてないのですよ。その割には被害が甚大なのです。あ、アタゴさん、どのあたりが気が楽になるのです？不装さんの自称ギャグにこちとらむしろ自沈したくなるのですし、お寿司。ふふふ、まあ落ち着いてら、デンちゃん。不装さんの不幸な実体験の数々を聞いてるとね、つまりほら、自分はまだまだ全然余裕あるし、むしろ恵まれてるわーって。ね。はぁ、空はあんなに青いのに。曇ってますね。無臭までキラキラとか願い下げなのです。カンホリ。それはそうと、デンちゃんの悩みは何かしら？一人で抱え込まず私に相談してくださればきっと気も楽になりますよ。は、はい。その、身体的な悩みで恥ずかしいのですが。あ、ちょっとごめんなさい。さっき吐き出した重油が足についてしまったわ。さっき、って言ってませんでしたっけ？はぁ、不幸だわ。不幸って、いや幸せって何なのですかね？哲学的なお悩みをお持ちなのですか？いえ、むしろ低俗なのです。やっぱり他の悩みを聞いていただけますか？ええ、もちろん。実は最近私の背後にもう一人の黒い誰かがいるような気が。あ、そういうスピリチュアルなのはなしで、気持ち悪いし。カンホリ。ごめんなさいね、そういう霊的なのは専門外なので。いえ、こちらこそすみませんでした。そうですよね、キモいですよね、私、なのです。デンちゃん、口調頑張って。まあ二人ともその辺で。はぁ、私の不幸な失敗談を反面教師にしてもらおうとカウンセリングを始めたのに。ダメですね、私。は、そんな自虐思考だから妹にも機関ポジを奪われるのです。え。不幸さん。は、空はあんなに青いのに。そう降ってますけど。ごめんなさい、ごめんなさい。